おはようございます。徳夫の妻、専門カウンセラーの福山一恵です。今回はなぜ私は人とコミュニケーション今一つ取れないんだろうと悩んでいるあなたにお役に立つ内容になっています。最後まで聞いていただければ嬉しいです。人の心は神様とつながればいいことが起きる、悪魔とつながれば悪いことが起きるということを先生のカウンセリングで教えてもらったり、本を読んで勉強して分かりました。私が2021年8月24日と25日に配信しました YouTube の愛と愛情の違いを先生に教えてもらいましたの中で、悪魔の勉強をするためにナポレオンヒルさんの悪魔を出し抜けを読んでいるのですが、悪魔の勉強をするときには神様の勉強もその何倍もしなくてはいけないと先生に教えてもらいました。なぜなら自分の心が悪魔に支配されてしまうからです。そこで私が悪魔の本を読んだときに神様の本を読む時間を増やすために、今まで読んだ本の中で神様の勉強ができる過去にも勉強した本の3つの中の一冊です。羽室頼明さんの本、神道と日本人です。その後の2つの本というのは、最初に勉強した神道の心、そして次にこの神道と日本人を勉強しました。そして最後に神道お袋の味を勉強しています。羽室頼明さんはお医者さんから春日大社の宮司さんになられた方で、私がこの本の内容から学べたところは、神とはどんなもので、この宇宙はどうしてできたのか、神様と人間のつながりや日本の伝統や歴史も知ることができました。でもこれを聞いてくれているあなたは、本は苦手、読む時間ないわという方はわざわざ読まなくてもいいと思いますので、私のこの YouTube を引き続き聞いていただければそれでいいと思います。私が心に残った一文を読んでみますね。第4章のこれからの時代の177ページです。読んでみますね。人間の本当に生きる姿を伝えているのが神道だと思います。そのために日本人というのができたのだと私は思うんです。神様と共に生きる、人と共に生きる、自然と共に生きる、みんな一緒になって生きるという、人間の本当に生きる姿を伝える民族が日本人ではないかと思います。ということは、私は反面教師でもある旦那さん、独夫と共に生きるということになるんですね。反面教師とは、悪いことを見せてくれる見本の先生です。私は小さい時から親や祖父が間違った信仰をしていたので、神様や仏様は手を合わせてお経を唱えてお祈りしていれば病気が治ったり、幸せになれるのだとずっと思っていました。だからこの考え方を直すために、本当の神様と神様を知ることや、また間違った信仰や反面教師である独夫の存在は悪魔の支配によるものなので、悪魔のことを知るための本も読んでいるんです。こんな私の勉強があなたのお役に立てれば本当に嬉しいです。今回はここまでにします。最後まで聞いていただいてありがとうございます。それではまた次回もお会いしましょう。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。